中高生新聞の読者の皆様こんにちは私は東京農業大学の江口文雄です私はキノコの栽培からキノコの食工や薬工に関する研究を行っています私の授業をどうぞご覧ください まあ人工栽培が難しいと言われているものはどんなようなキノコなのかというとそれはまつたといったようなキノコであってそれはキンコン菌というキノコがあるんですね金婚金に関しても木材普及金に関してもその酵素利用というのは非常に幅広く行われててで具体的に言うと金婚金の方はキノコの栽培という部分が非常に難しいと言われています。 ただ木材普及菌というのは現在木材を具体的に言うと山から切ってきてそれの原木それにアドリルで穴を開けてそこに種菌を摂取してそしてキノコを発生させていくような原木栽培がありもう一つはおがくずを実際に栄養剤である米ぬかや麦ぬかこれ言い換えるならばふすまと一緒に混合してそしてそれをえ実際にえ殺菌して。 でその後に種菌を植えてという形でやってるのが菌床栽培というような言われ方をするんですねだからホダギで作るあるいは菌床で作るというキノコに関してはこれは簡単に現在は生産ができるようになってきてます酵素っていうのはどんなような力を持っているのかというとこういったような土台の下だったりお風呂場のこういったようなところの中に3色していくと菌糸を伸ばしていくそして木材の通道組織の中に入っていくそうすると どん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 普及が進んでいって、えー、こういった形で朽ちていくこういったような性質を持っていますじゃあ酵素というのはどこで利用されているのかというと一つ大きなもうあのポイントとして今言ったようなこの環境のの産業業中で実,あの実業としてては利用されていくまさにえ土に戻していくその力の中に酵素という部分があるきのこの形で今私が今考えている部分という形できのこの酵素を利用する。 ということこれね乾燥の舞茸この乾燥の舞茸を使って、えー、味噌を作っていくそして生の舞茸を使って味噌を作るこれは麦味噌なんですけども味噌を作ったときに生の舞茸ってどういうこと乾燥した舞茸ってどういうことってちょっと考えてください。酵素って何に弱い熱に弱弱いい熱よね じゃあ乾燥した舞茸っていうのは、これは四十度から六十度の熱をかけてるんです。熱をかけてしまったから、酵素は一部分のものが、その活性力を失ってきてしまってる。だから、このように、舞茸の。このものを入れたとしても、しっかりと。味噌になってる。でも、生の舞茸は酵素が非常に働いてるから。味噌を作ったときに。 この味噌がトロトロのような状態になってしまったでもこれは失敗なのか成功なのかっていうことなんです一般的な味噌作りの概念であるならばこの味噌は失敗でしょうね液体液化しちゃってるんだからドロドロ状態になっちゃってるからでもそこは発想を転換してみてくださいこの味噌は成功なのか失敗なのか酵素を利用して作った味噌は ここれは成功とということがあります例えばレトルト用の食品あるいは味噌を早く溶かしたいような食品あるいはこの味噌の塊だと調理しにくいようなもの例えばドレッシングであったりあるいは何らかのソースそういったようなものにこの酵素を活性,活性化させて利用した 味噌という部分を使えば食品のそれぞれのねシチュエーションに応じた幅の広がり方っていう部分がここからできてくるっていう部分もある。のの旬は秋なのかなっていうとこれはそうではなくて春出るきのこ夏出るきのこあるいはある部分自分の体の中に例えば粘性多糖体であったりえ糖アルコールのようなもの あるいは脂質をたくさん蓄えているようなキノコというのはこれは冬の寒い中においても雪の下においてもキノコをぎョッと生やしてくるという部分があります。したがってキノコというのは春夏秋冬これはどれが一番の季節なんだということはなくていつでも具体的にキノコはその自分の一番ベストな状態の時にとき 地実体という部分を発生するんだよっていうことが行われているってうことを覚えておいてくださいキノコというのはこういうふうな形でそれぞれ普及の形態によって木がどういうふうに腐るかっていうのも山に入ってみたときにどういう菌がついているかということはわかると思いますそれで逆にこういうふうに木が腐ってくれるからこそこれが土に戻って森林っていうのは木が生えてそしてキノコによってこれが実際に普及されて土になり 土に帰ったものはこれは栄養素になる良質な有機質になってそこからまたいろいろな新芽が生えてくる放うがしてくるという形で森林循環という部分が起きてるんですよということを一つ考えておいていただきたいと思いますすそこにはは必ず酵素が介在して,るってことです、ねはいるでねじゃあ終わります。 今日ちょっと皆さんやるのは、えー、とキノコから酵素を抽出するということなんですけどもでまずその1つの方法として、えー、菌糸の、えー、こういうね、筋体でここ、エのキタケ、えー、これちょうど、えー、3週間ぐらい経つエのキタケですけども、えー、このエのキタケの菌糸体あるいは大オ竹タケ、ブナシメジエリンギという4つの、えー、菌糸を皆さんに分離してもらってでそこから、えー、菌糸の成長というのを まあ促してきているということですね。蒸留水で洗浄していくということの中で、まずこういう菌糸をちょっと持ち上げてあげてね。そして、えー、このような形で洗浄していきます。でまずこう一回やります。で一回やってこれ二回の洗浄ですからもう少し、えー、ろ過が進むまで待っててください。でこれ二回水洗したらその次は何で洗うかというと。 この菌糸体をホモジナイズする時のバッファーこのバッファーは0 0 5リットルのトリス HCl で pH7.0 を塩酸で調節したということですでここにそのトリスというのがありますで今はもう水が完全にほぼろ過できたのでそこから実際にはこうやって洗っていってください 水分をしっかり取り除いた上でこのように乗せてこの菌体をこの中に入れます酵素を取るわけですからしっかりとこういう氷水の中に入れておいてくださいでここからあの破砕していく時懸濁化していく時には熱がかかるとこれね ええ、酵素失活してしまいます。だから氷の中で操作を行うということ。これを忘れないでください。メスペットを使って。はい、六点七ミリリッター入れました。はい、したらこうやって見てもらうと分かるように。こんな感じで、金、え、体、ー、と。バッファーが入ってます。こうやって。液体が確実に。 ここの切り込みの以上のところに入っているよねそれを確認した上でそして確実に氷の中に入れてくださいスイッチを入れたらこれを奥の方に回していきますで今これここにどれぐらいの速度で回っているかなんですけども 大体2万5000から2万6000回転その回転で1分間に回ってますで今大体1分間程度回しましたら中でこのような形でさっきの菌糸が減濁化されてこのような液体の状態になってますこれを見てください でえー、大体1分間回したらちょっと30秒ぐらいちょっと休ませてあげる、はい、そして、これが1つ処理が終わったらどうするかというとこれを取り除いてこの素酵素液氷の中に入れておいてくださいで、えー、と皆さんがこの抽出が終わった段階で遠心分離をかけると下層の部分、上層の部分に分かれて上層の部分が素酵素液になります。下層の部分は 菌主体が、えー、実際にはあの懸濁した状態のその塊の部分になりますでその上層部分が素酵素溶液という形になってそれが生化学的な、えー、酵素の、えー、活性力これを測定するための実際に我々が使うものになります一番最初のスタート地点を皆さんに今教えましたでその次のステップとして皆さんどういうふうなことをやってもらうのかというとここからどういうふうに実験が広がっていくのかこの酵素を利用して どういうふうに、えー、も,もちろん東京農業大学は実学の大学ですからこれが産業にあるいは人間に役立つのかということを皆さんがそれぞれ考えてもらうということが一つの新しいですねあのサイエンスにつながっていくということをしっかりと理解して実験に取り組んでもらいたいいたなと思います、えー、皆さん私の授業はいかがでしたか森林総合科学科学の授業は山を 実際的に科学的に解析するそして山から取れたものをどういうふうに利用するかそういう幅広い総合的な学問を実際に学びそして研究するところなんです今まで森林総合科学イコール山で木を切る木を植えるだけと思っていた中高生の皆さんも多いと思いますしかし山から海まで 非常に広い森やそして林そして木々に関する幅広いところを勉強する学問その場が森林総合科学科であるということをぜひ覚えておいてください。